ソフィア・マグダレーナー、ダンマルクは、スウェーデン王・グスタフ3世の王妃。デンマーク5名は、ソフィー・マウダリーネア、ダンマーク。デンマーク王・フレゼリク5世と、王妃、ルイーゼの娘として、コッペンハーゲンのクリスチャンス傍城で生まれた。5歳で、スウェーデン王大使・グスタフと婚約し、20歳で、正式に結婚した。典型的な政略結婚で、 グスタフはソフィアに冷淡だったという。事実、結婚してから10年経っても子供が生まれず、ヨーロッパ各国の宮廷では、グスタフが同性愛者か、勃起不全に違いないという噂が流れていた。ソフィアは気真面目な上人見知りの激しい性格で、王を取り巻く輪に入っていけなかった。彼女は王妃として宮廷の数々の行事をこなしたが、 夫が中心にいる宮廷で目立つ存在にはなれなかった。1778年、ソフィアは待望の男ジグスタフ・アドルフを生んだ。1782年に次男カール・グスタフを生んだが、この子は1年で見まかった。1777年から1783年までの間は、二人の関係は以前よりも良好だった。しかし次男を失った後、 二人の結婚生活は再びすれ違いの連続だった。西を生んだにもかかわらず、ソフィアの子供たちはグスタフの子供ではないという噂が宮廷の内外で飛び交った。本当の父親はグスタフの教育係ではないかと大太郷ロビーサウルリカすら指摘していた。王と正常な夫婦関係を保てないから恋人にも冷たいのだと大太郷に言われ、 ソフィアは二度と義母と口を聞かないと誓い、それを実行したという。1792年に、グスタフが暗殺されると、夫の無残な死に深く怯え、宮廷の表舞台から遠ざかるようになった。幼いオーグスタフ四世やドルフを補佐すべきところ、義弟カールが代わって、摂政を務めた。彼女は、ただの一度も政治に関わることなく、クーデターによる、グスタフ四世。 アドルフの大位、フィンランドをロシアに奪われるといった歴史的出来事を遠くから眺めるのみだった。息子がドイツへ亡命してもソフィアはスウェーデンに留まり、ウルリクスダール宮殿でその生涯を閉じた。ありがとうございます。